オリンピックの日本代表初戦は男女で明暗がくっきりと分かれたわね。内容、結果ともに真逆なものとなったな。今回は男女で明暗が分かれた海外の反応についてやるのでぜひ、最後まで見ていってくれよな。では見ていきましょうかね。どうしても負けるとネガティブな報道になりがちだから、まずは女子の方から。アジアの優雅が圧倒される姿に、衝撃が広がっているようだ。現地7月25日、パリ五輪のグループステージ第1戦でなでしこジャパンがスペインと対戦。女子ワールドカップ王者に1-2で敗れた。立ち上がりから押し込まれた日本は、13分に藤野あおばのフリーキック弾で先制したものの、22分に追いつかれると、その後も防戦一方に。終盤までなんとかしのいでいたが、74分にマリオナ・カルデンティのゴラッソで被弾し、万事休した。むしろ2失点で済んでよかったという内容だったな。まさに乾杯。フリーキックは見事だったけど、それ以外攻撃あったっけ？ってくらい防戦一方だったわね。無理なパスからのピンチも多かったし、長谷川でさえらしくないプレイ連発。挙句に清水も負傷するしで厳しい結果となったな。もう負けたことは悔やんでも仕方ないから、2失点に抑えたことをポジティブに、残り2連勝するしかないわね。もともとスペインが一番強いのは分かってたし、試合は待ってくれないからな。厳しい状況になったが、残り連勝して突破してくれると信じよう。この結果に驚きの反応があったのが中国だ。試合の速報をした同国のメディア、ジーボーバのコメント欄には、次のような声が寄せられた。日本代表はメダルを目指してここに来たが、自身は初戦で打ち砕かれた。大人が子供を殴っているような感じだった。日本はアジア最強、スペインは世界最強。スコアは両チームの差を反映するのに十分ではない。大人が子供を任しているようだ。日本はワールドカップから後退しすぎている。パニックに陥り、追い込まれると、大きくクリアしていた。日本がボールに触れることさえできないとは。よもやの乾杯に驚きの声が上がった。まさに大人と子供くらいの差があったな。男女ともに交代を続けてるところに交代してると言われるのはなんかもやっとするけど、確かに大人と子供の差があったわ。一方的にただ殴られ続けた感じ。この結果を、日本の次の相手であるブラジルのメディア、グロボ、は、以下のように報じている。日本は藤野の素晴らしいフリーキックで先制。しかしボン負けに美しいゴールを決められると、後半には見事な連携からカルデンテに被弾。スペインのプレッシャーに抵抗できず、世界チャンピオンに試合をひっくり返された。ブラジルも難しい相手だよな。この試合が一番の山場になる。もう勝つしかないからね。また、同じくなでしこジャパンと同組のナイジェリアのメディア、パルススポーツ、は、日本は堅固な守備を見せたが、攻撃面での脅威はほとんどなかった。ボールを支配するスペインにチャンスをものにされた、と伝えている。本当にディフェンスはよく最後粘って頑張ったよ。あれだけ防戦一方でタコ殴りされてたら失点は時間の問題だし、その中でよく耐えたわ。これを最終的な結果につなげないとね。メキシコ市エル・インパーシアルは、スペインが空いたな、ボン負けの同点ゴールと、マリオナ・カルデンテイの逆転ゴールで、藤野の先制点を帳消しにし、23年の女子ダブル杯で大敗したトラウマを払拭した、と伝えた。スペインは23年にオーストラリアとニュージーランドで開催された女子ダブル杯を初制覇したが、GS で日本に0-4と衝撃的な大敗を喫していた。そのため同メディアは、パリ五輪での勝利は、その時の悪夢を振り払う重要な意味を持つ、と、スペインが日本に勝った意味を強調した。こっちがトラウマを植え付けられるような内容と結果になったな。スペイン史、明日は、ダブル杯で 4-0 でスペインを破った日本に勝利し、完璧なリベンジで初戦を飾った、とラ・ロハの勝利を伝えた。さらに、マルカ、氏も、スペインが亡霊に打ち勝った、との見出しで日本撃破を報じていた。スペインはワールドカップの乾杯がよっぽどトラウマだったのね。内容もスコアも全てあそこまでの乾杯をスペインがするってないからな。スペインはあの時グループステージで乾杯したけど、結局最後は優勝したのよね。日本もそうなれるといいな。目的はスペインに勝つことではなくその先だからな。ショッキングな負け方だけど前を向くしかない。試合後、取材に応じたスペインのボン負けは、日本が早い時間にゴールを決めたけど、盛り返すことができる、と分かっていたと語り、前回のワールドカップで日本に敗れた試合とは全く違う感覚だったから、怖くはなかった、と振り返っている。ゴールも嬉しいけど、何よりも勝利が嬉しいよ。日本戦はいつも特別で、4失点を喫した昨年からすればなおさらだね。良いスタートを切ることは超重要だった。怖くはなかったというのが全てだな。まあでも、日本を特別な相手と思ってくれてるのは光栄ね。スペインの監督も選手も試合後には日本はライバルと言ってくれてたし、このまま勝ち進んでリベンジしたいな。最初は不正確なプレーが多かった。ワールドカップの時よりもラインとラインの間にスペースがあったことで、タッチを増やしてスペースを理解し、互いを繋げなければならないことは分かっていた。その後は全てがうまくいったね。私たちは要求が高く、完璧を目指している。他の試合よりも良い気分で戦えたし、それはピッチ上にも、ただのライバルではない相手との結果にも現れたわ。世界ランキング1位に特別な相手と言われるのはすげえよな。女子サッカーは本当に世界トップレベルでやってるんだなと実感する。今回は乾杯だったけど、前回このスペインをボコしたのは日本だからね。必要以上に悲観的になる必要はない。スペインはあの時の悔しさからの今回がある。
日本も頑張りましょう。これぞ良きライバルだよな。自称ライバルとは雲泥の差だ。改めてになるけど、グーの根も出ないほどの完敗。結構ショッキングな負け方だったけど、まだ試合は続く。この試合から修正して2連勝期待してるわ。だな。では次に男子の方を見ていこう。批判を浴びているのが、中国の著名なコメンテーターで、ウェイボー中国版 X のフォロワー数1855万人を誇るドン・トゥー氏だ。今年4月に開催された、パリ五輪のアジア最終予選を兼ねた U23 アジアカップのグループステージで U23 日本代表が中国代表と対戦した際、日中戦を前に衝撃的な発言をしたのだ。私は日本サッカーの時代は終わったと言いたい。日本サッカーがワールドカップでベスト16に入るのはもう終わりだ。アジアではしばらく続くかもしれないが、将来的には間違いなく下がる。彼らはフィジカルが良くないからだ。サッカーはますますフィジカル的になってきている。そういえばあったなこんなの。中国がそれを言うかってのと、日本を見てフィジカル面で過去に比べて劣勢になってると本気で言ってるのか問いかけたいね。過去に比べて明らかに向上してきてるわよね。もっと言うとアジアカップではフィジカル面でも日本が中国に干渉したわけですけども。というかチームスポーツでフィジカル面がダメだからダメ。ってするのが中国らしいというか、この考え方だから強くならないんだろうな。中国のポータルサイト、ソーフ、は、国民を惑わす、日本のオリンピック代表はパラグアイに汚れ。ある著名なコメンテーターは、日韓サッカーは終わった、と断言していた、と題した記事を掲載。次のように主張した。本当に日本サッカーは終わったのか？五輪世代の主力選手が多く欠場し、オーバーエイジがいないとしても、日本はパリ五輪初戦で南米王者を5-0で破った。日本サッカー界の人材の爆発的な成長は羨ましい。しかし、ほんの数ヶ月前には、日本と韓国のサッカーの発展は終わったと強く信じている人もいた。この人物こそ、かの有名なコメンテーターのドン・トゥー氏だ。晒し者にされてて草。記事は今年4月に U14 中国代表が強化試合で、4試合で47得点を挙げて連勝を飾った。ドン・トゥー氏は、韓国と共に日本のサッカーは終わりを迎えたと信じており、この良いニュースについての個人的な感情をファンと共有することに非常に興奮していた。結論が正しいかどうかは別として、わずか数試合の強化試合に基づいて、彼が請求にこのような奇妙な結論に達することは全く受け入れらない、と球団。こう続けている。確か日本での試合だったかな？このくらいの年代はフィジカル面の差が色濃く出るのもあって、日本のチームが大敗していた。中国の問題ってフィジカル面での優位性がなくなってから一気に差がつくとこにあるわよね。ずっとそうなのにまだフィジカルで勝つのが正義と思ってるのか。日本サッカーはドン・トゥーの言葉通りになるどころか、今回のオリンピックでも輝きを放った。主力選手が多く欠場した中、パラグアイになんと5得点で勝利した。パラグアイは選手が1人減っていたが、11人対11人でも3-0で勝てただろう。五輪代表がこの大勝利を収めた経緯を見れば、日本サッカーの底力がわかるだろう。彼らは今回のオリンピックでオーバーエイジ選手がいない唯一のチームだ。逆にパラグアイにはオーバーエイジがいる。同メディアはオーバーエイジがいないだけでなく、五輪世代の選手には、松木玖生、鈴木彩艶、久保建英など出場登録をしていない選手も多くいる。さらにチームの主力ディフェンスのハンダリクも大会開始前に負傷で離脱した、とし、こう綴っている。つまり、オーバーエイジ3人と五輪世代の4人を差し引くと、パラグアイを破った日本代表は、せいぜい準主力と呼ぶのがやっとということになる。それでも南米王者相手に5ゴールを奪うことができたのだ。これを見て、ドン・トゥー氏は少しは恥ずかしいと感じただろうか。やっぱり日本の一番の長所って全体の層の厚さだよな。S 級頼りだとその場しのぎにしかならんし、地盤がしっかりしてる。これだけ足元しっかりしてるんだからそう簡単には崩れない。オーバーエイジ枠とクボラを呼べない中での大勝というのはまさに日本の層の厚さを見せつける結果となったわね。そして、日本サッカーは終わった、という結論を急ぐことは、恣意的なものであるだけでなく、多くの人々に非常に誤解を招くものだ。闇雲に自分を誇張しても、自分自身を向上させることはできず、自己満足という誤解に陥る可能性がある、と評。こう締めくくっている。故意に対戦相手を軽視すると、自分の野心を高められないだけでなく、方向性やモチベーションを失うことになる。このような怪物的な話は、実際に後を絶たないトラブルを引き起こしている。ほんの数回の準備試合から請求に結論を出すのは本当にバカバカしい。彼はサッカーに無知なだけでなく、傲慢だ。これでもかってほどボロクソ言われてて笑う。まあ、日本サッカー終わったという前に、自国のサッカーがいつになったら始まるのか考えるべきでしょうね。一部変なのいるけど、中国の報道はまだまともだろう。問題は、パラグアイに勝利した日本を韓国メディア、スター・ニュースが25日に報じた。同メディアは、韓国がいない五輪サッカー競技はエキサイティングだ。南米のパラグアイを5-0で破り、56年ぶりのメダルへ挑戦的な公開、と題して、韓国のいないパリ五輪2024の男子サッカーで、日本は初戦の勝利により、ムードを高めた、日本の勝利を伝えている。そうなんすよ。韓国のいないオリンピックってのは最高でしてねー。韓国のいないオリンピック、超エキサイティング。
さらに、オーバーエイジ、OA24 歳以上の選手、枠を使わなかったにもかかわらず、パラグアイに勝ったことが驚きのようで、ワイルドカード、OA、なしで五輪に臨んでいる日本が南米の強豪に対してワールドクラスの競争を見せた。1968年メキシコシティ五輪以来56年ぶりのメダル獲得へグリーンライトが点灯した、と称賛している。また、同メディアは試合について、ワンサイドゲーム。日本が1例で前半を終え、後半に4得点を奪った、と退場者を出したこともあったが、日本が圧倒していたと伝えている。出場できない韓国には関係ない話ですよ。まだグループステージを1試合終えた段階ではあるが、日本代表の評価は変わりつつあるようだ。で、ESPN は開幕前、今回の日本代表にはスター選手がいない、と綴り、オーバーエイジ、OA の選手がいない状況ではメダル獲得は厳しいかもしれないと伝えていた。しかし、パラグアイ戦の試合を終え、同メディアは日本のことにも触れており、日本はメダル獲得の可能性があることを証明した、と報道。さらに、3人までのオーバーエイジ選手枠を利用しなかった唯一のチームだったため、人々は眉を潜めていた、と綴りながらも、続けて大胆な戦略に見えたものが、今では彼らが持つ才能に対する単なる自信に過ぎないように思える、と綴っており、OA の選手がいなくても十分な強さを発揮した日本を称賛した。お手本のような手のひら返しだな。まあ、認めずに意地になって意味不明な批判するよりはいいんじゃない？不甲斐ない結果に、パラグアイのファンは怒り心頭。同国代表の SNS には、次のような声が寄せられた。クソ負け組め、ピエロだよ、なんて恥ずかしい、守備陣の役立たず、役に立たない選手は帰ろよ、プレイは凡庸すぎる。パスが3回連続で繋がらない、我々はどのカテゴリーでも死んでいる、なんてクソ野郎、どうしてこんな結果になってしまったんだ、ワイルダーは最悪だった。これだけの完敗に加えてあの退場だもんな。試合全体通してラフプレイひどかったし、退場となったシーンは悪質な踏みつけで平川が怪我した。あまりにも、パラグアイの総合メディア、ザ・ユニオン AM は公式 X で同国アナリストのロベルト・シンガー氏が語る動画を公開。同氏は、悲しい。この代表チームは国の恥だ。失望した。カルロス・ハラ・サギエル監督は何をしたかったんだろうか。と落胆した。さらにビエラについて、ボールを持っている時はいいプレイをするが、ひどすぎるファールをする、話にならない、と指摘。無責任であり、本当に愚かだった、と糾弾した。これは私たちが全く予期していたものではなく、しっぺ返しをされたようなものだ。サッカーはもちろん、すべてのことに対して修正が必要である、と黒星発信からの立て直しを求めた。なんかさ、パラグアイの反応を見てるとこの選手が普段からこんな感じのラフプレイしてるのを感じるよな。てかこの選手に限らずみんなひどかったわよ。AFC アジアサッカー連盟の公式サイトは日本の力強い五輪のスタート。10人のパラグアイを圧倒した日本は、1968年メキシコシティ大会以来のメダル獲得を目指しており、このブルゴーニャでの勝利は U23 アジアカップの王者の意欲の表れでもあった、と綴り、今後の快進撃にも期待を寄せている。銀メダルを獲得した2004年アテネ大会以来の五輪で衝撃的な敗北を喫したパラグアイの日刊紙 HOI は、これを屈辱、と表現。自国チームの視点から完全に士気を喪失するような打撃を受け、大きな改善を強いられる結果となった、と記述し、パラグアイが先に唯一のチャンスを生み出した後、日本の完璧なゲームが始まり、これがさらに強まったのは、ビエラの幼稚な行為でレッドカードを受けた時だった、と指摘した。また同メディアは、早い段階で退場者が出てしまい、そこで少し混乱してしまった。日本は非常に縦の攻撃に優れ、スピーディーかつ強力なチームであり、そのようなことが起こるのは当然だった、との、カルロス・ハラ・サギエ監督のコメントも紹介している。一方、ABC、氏も、例後の屈辱的な敗北、と伝え、アテネのシルバーメダリストの恥ずべき初戦。ビエラの退場が試合を決定づけ、アジア王者は数的優位を生かし、より強い確信を持って支配を始めた。日本の2点目は我々の逆転の可能性を完全に閉ざしたが、ブルーサムライはその後も決してアクセルから足を離さなかった。最終スコアは、両チームのプレイ、スピード、そしてフィニッシュ精度の差を如実に反映したものだった。パラグアイはそれらにおいて、日本に遠く及ばなかった、と綴った。同国のスポーツ専門メディア、T10 は、パラグアイは日本に痛烈な大敗を喫し、最悪のスタートを切った。序盤は拮抗した内容で両チームにチャンスがあったが、カルロス・ハラ・サギエのチームはビエラの無責任な退場によって数的不利となった、と試合を伝えたが、自チームの守備の弱さを再三指摘し、そこをうまく日本に突かれたとしている。パラグアイのサポートメディアはあのラフプレイについて怒ってるのは唯一の救いだな。そうね。他国メディアでは、開催国フランスのスポーツ紙、レキップが、日本がパラグアイを大差で圧倒。パラグアイは序盤でのビエラの退場により、挽回のチャンスを失った。スペインのスポーツ紙、アスは、パラグアイを圧倒した日本は、試合開始から優位に立ち、より力強いプレーで試合を支配した。早い段階で先制ゴールを決めた。前半は耐えたパラグアイを後半は攻め立て、徐々に相手を弱らせていった。もしパラグアイがずっと11人だったとしても、結果が変わっていたかどうかは、わからない、と、それぞれが報じた。退場関係なくリズム良かったし、結果は変わらないだろうな。スコアの変化はあるだろうけど、退場者が出たってのがインパクトあるけど、それまでの内容からしたら日本が勝つのは当然だったもんね。
続いて、ドイツのスポーツ誌、スポルトシャウは、日本が南米代表に対して5例と、いきなり存在感を示した。南米ブラジルの総合メディア、グロボは、日本は数的優位を得た後、ボタフォゴの GK ガキとフェルナンデスが守るゴールを容易に幾度も破った。アメリカの大手放送局、NBC は、日本が5点差での圧勝劇で完璧なスタートを切った。スポーツ専門放送局、FOX スポーツは、容赦ない日本。水戸と藤尾は早くも得点ランキングのトップに並んだ、と記している。そういえば全然意識してなかったけど、得点王も勝ち進んでいけば狙えるかもな。水戸と藤尾がもう2得点だもんね。まだ初戦だから得点王とか全然考えてなかったけど、確かに勝ち進めば十分狙えそう。さらに、放送局テレムンドは、日本にとっては夢のような、パラグアイにとっては悪夢の初戦、と表現し、メキシコの日刊誌エルコメルシオは、日本が南米チームの輝きを封じて5例で粉砕。水戸と藤尾のダブルが斉藤美月のリードを際立たせた。日本はより安定して精度の高いプレーを披露。彼らはこの大賞で勢いに乗り、1968年以来の表彰台を目指す、と伝えた。ということで男子の反応だったわけだが、衝撃って感じだけど、一番衝撃受けたのは我々日本人かもね。さすがにこの内容とスコアは予想できなかった。ここまでの完勝。南米予選首位通過のパラグアイよ。本当だよな。このままグループステージ突破を決めてほしいところだ。次も勝って決めてくれ。今回は男女の明暗ってことで見てきたけど、これはあくまでも初戦の段階でだ。男子は大勝したけど、ここから連敗して敗退したら意味ないし、女子はここから連勝して突破できればそれでいい。結局は最終的な結果なのよね。そう。いずれにしても男女ともに次の試合が最も重要になりそうだ。必勝。応援しようぜ。もちろん男女ともに試合直後にリアルタイム編集で投稿予定。今のうちにチャンネル登録して待っててね。高評価ついでにコメ欄で男女の初戦についてどう思うか聞かせてくれ。オリンピックはエンド画面からいける再生リストが便利。それではまた次回、戦うよ。ご視聴ありがとうございました。真ん中がこのチャンネルになります。空いてるところにあるチャンネルは関連のサブチャンネルになります。興味がありましたらぜひ。空いてるところってなんだよ。え？うぷ主の雑さがよくわかるわね。いや、いろいろ詰め込みすぎてスペースが。あ、はいはい。それではまた別な動画で。またね。はい。